はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけれども、固定資産税の2回目の動画を解説いたします。今回は税率と免税点、あと徴収方法で、最後に、課税標準、固定資産課税台帳に登録されている価格についての不服申し立てについて解説していこうと思います。で、まず固定資産税の税率なんですけども、これは標準税率が 1.4% となっております。で、ここ標準税率って書いてあるんですね。通常の税率っていうのは、まあ、決められた数字なんですね。決められた税率です。例えば不動産取得税の税率、例えば、商業ビル、建物自体ですね、商業ビルのこの建物自体については、例えば 4% って決められているんですね。で、これっていうのはもう固定なんです。 4% 固定、まあ、もちろん特例とかで、住宅家屋については 3% とかってなるんですけども、これも 3% は固定なんですよね。全国一律で同じなんです。で、一方でここの標準税率っていうのは市町村によって高くしたり低くしたりできるんですね。なので一応標準税率は 1.4% になっているんですけども、例えば場合によっては 1.3% とかで、違う市町村だと 1.5% とか、まあそういう風に変わってきたりするんだと、まあいう話です。一応標準税率は 1.4% となっております。で、続いて免税店ですね。免税店っていうのは一定金額、まあ今回で言うと、まあ30万円とか20万円とか150万円、これよりも少ない、これ未満ですね、この数字を含めずに、まあそれよりも低い金額だった場合は固定資産税もかかってきませんよと、まあいうのが免税店ですね。で、これは同一のものが同じ市町村内に所有する固定資産について、固定資産税の課税標準が下記の場合、これですね、いくら未満なのかによって変わってくるんですけども、これ未満の場合は固定資産税は課税されませんよと、まあいう内容です。で、ポイントはここなんですね。同じ市町村内に所有する土地とか建物、これを分けて考えていくっていう話なんです。例えば土地については30万円未満であれば、これ固定資産税課税されないと書いてあるんですけども、例えば私が A 氏と B 氏に土地を持っていたと仮定します。で、 A 氏についての、固定資産課税台帳価格、これですね、固定資産課税台帳登録価格、まあ、つまり課税標準です。課税標準が A 市内の土地については20万円、で、一方で B 市内にも土地を持っていて、この課税標準が40万円、 A 氏は20万円、 B 氏は40万円だった場合、 A 氏については課されないんですね。固定資産税は課税されません。で、一方で B 氏については40万円なので、これ超えてますよね、30万円以上なので、B 氏については固定資産税が課税されますよと、まあいう話なんです。だから同じ市町村内の、土地だったり建物で考えていくんだということなんですね。ここ注意をしておきましょう。で、一応これ土地、建物、焼却資産って分けている、まあ、これも一つポイントで、土地について、例えば課税標準が今言ったように20万円、建物については課税標準30万円だった場合、土地については20万円だから課税されないけども、建物については課税されるよ、30万円だったら課税されますよね、40万円であっても課税されますよね、まあ、そのように土地と建物、また焼却資産分けて考えますと、まあ、いう話です。で、一応焼却資産についても書いてあるんですけども、まあ宅建で覚える部分で言ったら、この2つ、これは絶対に覚えておいてください。土地については30万円未満、建物については20万円未満っていう部分ですね。ここはしっかり頭に入れておきましょう。不動産取得税の免税店と似ているので、そこは対比して頭に入れておくといいと思います。で、続いて徴収方法ですね。これ不動産取得税の方ではちょっと解説しなかったんですけども、実は不動産取得税も固定資産税も徴収方法は同じで、普通徴収っていう方法で税金が徴収されます。この普通徴収ってどんな方法かというと、納税する人に納税通知書が届くんですよ。で、その通知書に従って納税をする、これが普通徴収ですね。まあ一般的な徴収方法です。で、これと対比されるのが特別徴収っていうのがあるんですね。で、これっていうのは例えば住民税とか、これっていうのは実は給与所得者の場合っていうのは自分自身が払うんじゃなくて、
給与を払っている事業者、会社ですね。会社が従業員の給料から天引きをして、で、事業者が払ってるんですよ。なんで、私たち住民に直接通知が来て払うっていう方法じゃないんですね。まあ、会社員じゃない、個人事業主とかってなってくると、まあ、自分自身で払ってるんですけども、会社員の場合は、このように、会社が代わりに払ってくれている。まあ、もちろん代わりに払うんだけども、負担してるのは、給与所得者ですよ。従業員ですよ。従業員だけども、従業員が直接払っているんじゃなくて、事業主、会社が代わりに、私たちの給料から天引きをして払っているんだ。これが特別徴収っていう話です。で、固定資産税については、都市計画税っていうのもあって、まあ、これあるとことないとこあるんですけども、ある場合は、都市計画税と合わせて徴収することができます。なので、もし固定資産税払われているって方は、納付書を見ていただくと、都市計画税とか書いてある場合がありますんで、もしお持ちでしたら、ご覧いただくといいと思います。で、最後に、不服申し立てですね。固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある。この価格おかしいんじゃないのって思う方は、一定期間内に固定資産評価審査委員会、ここに審査の申し出ができるんですね。ポイントはここなんですよ。固定資産評価審査委員会に対して不服の申し出ができますよ。審査してください。もう一回これ正しいのか確認してくださいっていうふうに申し出ができるっていうところです。つまり言い換えると、市町村長に対して不服申し立てができるわけじゃないので、その点を注意していただければと思います。まあ、今回の内容、まあ、基本的にはまあ覚える内容なので、覚えていただきたいんですけれども、この免税店の同じ市町村内、ここですね、ここ一つポイントになってきますんで、ここはぜひですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。